ットで焼酎ソーダ割り。ピタッチョで2つ。急ぎで。飲むことが頑張った。めっちゃ飲みましたよ。じゃあ単価上げていかな。え、違うやん。だって違うやん。花子さんも読んだら、この店を絶対に成功させたい。一瞬でも顔出すのが筋やと思う。うちは思うね、逆に。友達やから。めっちゃ行きたかったですよ。行きたかったですよ。初めて来んなって言われたから。友達。行ける時もないし。先輩。だからうちらを使って行けたわけやのに、お前は逃げたわけやろ。できることっていっぱいあったやん。けど毎回お前は言い訳するやん。たとえ嫌われてでも。で、最初はこう不慣れなことやったりいろんな問題があるとは思うんですけど、その度にこう修正してみんなでこういいお店作りをしていくので、信じてこれからついてきてほしいです。よろしくお願いします。進撃のノアがキャバクラグループのトップに就任。大阪北新地で新たにオープンされたクラブミルス。初日は予想を上回る大盛況。平均客単価を聞けばサラリーマンの月給が吹き飛ぶ。そんな店にもかかわらず入店は1時間半待ち。ごめんね、今日からか会計が遅くて。席に着いてもお客さんを待たせてしまう繁盛ぶり。さらに、今日はさっきお客さん帰っちゃって待てない、並びすぎ。すごい、ほんまにオープンやから。オープンに備えて新たに入ったキャバ嬢は24人。今回もう求人は売ってない。求人売ってない、はい、それでぜひうちにって言ってくれる男の子女の子が全国から集まってくれるんで。あ、募集かけてないのに。かけてないです。したってことなんですね。はい、ありがたいことにもう今回でも372名面接に来てくれました。約1割です。ぜひミルスでって言わせていただいた皆さんは、それぐらい狭き門になりました。そこに入ったことをスタートと思って、これからお仕事に挑んでいただけたらと思います。狭き門を勝ち抜き、全国から集まった彼女らに加え、元看護師のユウ、元アイドルのミオリ、さらに お酒が大好きなニコ、ノアを長年支えてきたマネージャーのノイちゃん、そして絶対的ナンバーワンのルナが顔を揃えたクラブニルス。ずっと一番近くてやりやすい人間を外に出すっていうイメージなんで。はい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 、私リズムじゃないんですけど、その血が通ってるところが、もうバカに言ったってこと。そう、彼女たちは進撃のノアイズムを受け継いだ、いわばノアチルドレン。彼女たちがプライドをかけて店を盛り上げていく。目指してるってあるんですか？もちろん、それはもうナンバーワンです。ナンバーワンです。簡単じゃないけど、トップ行きたいですね。彼女たちを選んだ社長、進撃のノアの狙い。ユウさんとか、ミオリさんとか、うん、ランスにいると、まあ、一応担保はできるんじゃないですか。それ変な話、ぬるま湯に浸かりすぎてたから、今の私はこんぐらいしてたらいいわって、楽に仕事をしてた部分があって、すごいこれ以上頑張るっていう
ことでもなく、ぬるいお湯にこのままいたら自分のポジションは守れるみたいな。だからこそもう一回一番狙いに行けよ。ありがとうございました。すいません、ありがとうございました。おめでとう。あ、マブ、おめでとう。タイミマ、ありがとう。最後のお客さんが退店し、ようやく一息、女の子終わった、終わった。リオ、そんなとこで着替えへん。裏行き、そっち裏、あっち男の子入らんとって。荷物は、服はどこにある、着替え取っといてん。さっきそんなん途中とあんぱに着替えへん。この日出勤したキャバ嬢たちで合計約120本のお酒を飲み切った。そして翌日も店は満員御礼。3、2、1、じゃらーん。ありがとうございます。大盛祝いということでアルバンド渡していただきました。ありがとうございます。イエーイ、ありがとうございます。ありがとうございます。この日もノアチルドレンたちは大活躍。次々と空になるシャンパン。社長ノアは店を回し、入店待ちするお客さんをケア。これ待つねん、うちに入らへん。ここはノアがおるんやから。お茶3つ持ってきて。そんな中、元アイドルの身寄りも客席を盛り上げ、絶好調な様子。まだまだ残ってるのに2本目いただきました。ありがとうございます。いただきます。シャンパンが途切れることなく。MVP がお二人だって。嬉しい。ありがとうございます。 MVP を取って一言お願いします。取り続けれるように頑張ります。オープン2日目、売上ナンバーワンを獲得した。それなのになぜか浮かない顔。ここ来て喋ったよ。はい。そんな身寄りを見たルナから呼び出しがかかった。昨日の話したいんですけど。そして来んなって言われとっても身寄りの仲なんやったらなおさら一瞬でも顔出すのが筋やと思う。うちは思うね。逆に友達やから。めっちゃ行きたかったですよ。行きたかったですよ。初めて来んなって言われたから。友達行ける時もないし、先輩だからうちらを使って行けたわけやねん。お前は逃げたわけやろ。もう逃げたってなりますよね。何やら不穏な空気。その原因はオープン初日、身寄りのために開けられた高額のシャンパンケース。しかしこの日の営業後、煽られて必要以上にシャンパンをオーダーしてしまったとお客さんからちょっとした不満を身寄りが受けていた。その事実を知らずにルナはその不満を持ったお客さんとの間で気まずい空気になってしまったという。一日嫌なことがあったり何か文句言われた時は必ずその日に綺麗に終わらせなあかんて。だって次の日さ、迎えた時もさ、気まずくなったりさ、なんか LINE とかでさ、いいよいいよって思ってても、その人の心理ってわからんくない。はい。でもその、ね、多分身寄りにしか言えなかったと思うんですよね、その関係性で。あ、それわかるわかる。だからこそそのそれを今このルナさんに言う、伝える私もなんか違うかなと思ったから、もう見送ることしかできない。それは言い訳やん。できることっていっぱいあったやん。けど毎回お前は言い訳するやん。いや、その時はこうやったんで、こうやったんで、いっぱいさ、あの助けてもらえるさ、なんていう、こう動線があるのに、お前はそれだけやんって。別に使えるやん、うちらのこと。せいにもできるやん。やろ、せいにできる時人のせいにしたらいいねって。違う、みおりだけのせいでもないねんからさ、あんな。違う。さらにもう一つルナが気になったこと。みおりの応援舞台してます。私の愛しいみおりのために。クラブランス、常に売上上位のあかね。すげー。すげー。
身寄りとは休みも共に過ごす大親友。ありがとうございます。この日は自身が所属しているクラブランスではなく、先に新店のクラブニルスで身寄りをヘルプ。身寄り大好きなネギちゃんがいただきました。ありがとうございます。ありがとう。すると身寄りはお客さんを忘れて茜を優先。ありがとうございます。戻ろうな、まず、この際、戻ろうな。お客さんを置いてけぼりに。これに気づいたルナは、ミオリもうちょっとちゃんと仕事してな。なあかねとチョロ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 チョめっちゃごめん、嬉しいけどめっちゃごめんなさいです。うち行こうかなと思ったけど、これもうニュースがオープンしたてやからって思ってるだけで。そうですね、でもそれも分かりました。だから言ってくださったじゃないですか、あそこでみおりちゃんと仕事しろよみたいな。もうこれはみおりがケツ浮かなあかんことやと思ったから、みおりちゃんと仕事しろよって言ってパクとか言って、うん、高校時代地元福岡でアイドルとして活動。引退後進路に迷っていた時、偶然見つけたノアの SNS の虜になり単身大阪へ移住。2年前クラブランスに入店し、キャバ嬢の道へ。しかしあんま手応えないですか？ノアチルドレンとして期待されながらも成績はいまいち。飲めます？大丈夫ですか？売り上げも人気も鳴かず飛ばず。これはクラブランスの出勤最終日に密着した身寄りの接客。今日でここのお店最後で、次の店舗に行くの。お願いな。一人でも新規のお客さんを増やそうと粘るが、手応えなし。しかしその直後、同じお客さんについた新人キャバ嬢が、でも言ってくれない、お口から。お願いします。え、初めて調理。なぞみの、なぞみ場内指名を即ゲット。身寄りにとって何とも気まずい最終日となってしまった。その流れを変えるべく意を決して挑んだ新店での再スタート。新しい店で幸先の良いスタートが切れたのに、茜にも申し訳ない。だけどどうせ身寄りに何こんだけ話してもな、うん、100話して入るん、どうせ2ぐらいから。みんなそうや、初めはみんなそうよ。でも何年目やわこいつ。分かってますよ、それは。そんな辛口やめてください。後輩キャバ嬢にここまで厳しく接するルナ、その思いとは。ノア社長やマルトリーダーたちに、まあニュースに来るにあたって、まあ、特別な位置というかそういう位置づけで来させていただいたんですけど、みんなに背中を見てもらえるようなお姉さんに なっていけるようなこう存在でありたいなと思っているので、まあ、改めてよろしくお願いします。この一発目の出方、自分の出方ってすごい考えないといけないなって。ランスの時のルナとは違うし、クラブレイズの姫香とは絶対違う私をどうしてもお客さんだったり女の子たちに見せたいなって。業界で最も注目される有名店の看板キャバ嬢というプレッシャー。社長進撃のノアの期待も。ルナに関しては私とめちゃくちゃ近いし、これからはルナが一番というよりかもうみんなの一番、いろんなサポートできたりとか、もうワンランク上に行ってほしいなって思って、ルナはニルスの顔として行ってもらおうかな。そのレイズの姫香と同じ感じで、姫香のいる
クラブレイズもオープンした途端、クラブランスに並ぶ超有名店に成長。同じくルナもノア社長の期待に応えるため、店や女の子に注意を配る。チェックって言ってからのチェックルンが遅いの、ちょっと忙しく。すいません。じゃあ回転できない。2個。もう初日やからあんま飲みすぎんよ。お水しっかり飲んで。お水しっかり飲んで。入り口のお茶2つ持ってってあげて。お茶2つ了解しました。でこっちお茶1つない、2つないから4つ持ってきて。たとえ悪役を買ってでも新店舗を成功させたい。でも分かってますよ。それはそんな辛口やめてください。もしかしたら力が入りすぎてるのかも。今日の最後の良かったんじゃん、一人指名ロッキー。今日の MVP って誰なん？わし。ほんま？はい、撮ってたじゃないですか。知らなかったですか？知らん。うさん、今日 MVP これなん？これとかやめてください。これうさん、間違えとんじゃん。おーい最後は二人で笑顔。ちょっと伝えてきます。頑張り、ありがとうございます。ごめんなさい、時間。いや、ありがとうございます。いや、お疲れ。あ、お疲れ様です。次回、応募者372名から選ばれた新人キャバ嬢たち。普段から飲むんですか？多分なるほどカレーは切れちゃった。すいません。お願いします。お願いします。誰もいない。華やかな世界の現実に直面。不安は的中。吐きそう？やばい。じゃあ、ゆっくりは。